ハラルト・チェルニーは、オーストリア、ウィーン出身の同国代表サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。ドイツの FC バイエルン・ミュンヘンで、プロデビューを果たし、その後は、名門八8 6 0ミュンヘンの主力選手として、長年にわたり、活躍、同クラブのドイツ分で3が最多出場記録を保持している名 AMF。 ドイツの FC バイエルンミュンヘンのスカウトの目に留まり、ユース時代にオーストリアのクラブから移籍。FC バイエルンミュンヘンのユースチーム、そして2年間サテライトチームでプレーし、1992年にトップチームの一員としてドイツブンデスリーガでデビューを飾る。そのシーズンは16試合に出場し、1得点を記録した。1993から94年シーズンの 途中から1995年の夏まで、オーストリアブンデスリーガの名門 FC バッカー、インスブルックでプレー。74試合に出場し21得点を記録する。1995年からは再び、ドイツに活躍の場を移し、当時ドイツブンデスリーガに属していた、名門1860ミュンヘンに所属。以降は12年に渡りチームの主力選手として、プレー。 同クラブのスター選手として高い評価を得る。ドイツブンデスリーガでは合計238試合に出場し、同クラブのドイツブンデスリーガ最多出場新記録を確立する。オーストリア代表選手としては47試合に出場。1998年 FIFA ワールドカップフランス大会では主力選手として予選突破に貢献し、本大会出場を果たしている。 膝の怪我により2007年に引退、以後は1860ミュンヘンの育成部門で指導に当たっている。ありがとうございます。